るものはお話の結末を自分好みに変えるため、またあるものはお話を今風にリニューアルするため、最強のヒーローの座をめぐる100年ぶりの戦いにおとぎ話の主人公たちが集結したのでした。行くぜ。行くぜ。任せな。オーラ。日本一の桃太郎ってな。見た目は結構イケてるね。あたしは赤ずきん、よろしく。俺がついてる。ドーンと構えてろ。私が来たよ。ガウ、それドウ。ドウ。ケースケ加速。気を引き締めていこう。発射、任せとけ。それ、それ、よっ、成敗してやるぜ。この、へい、切り札だぜ。さる、騎士、行くぜ。王子、反魂思考弾、俺の勝ちだ。任せな。それ、オーラ。行くぜ。任せな。日本一の桃太郎ってな。余が裸だと？奇妙なことを申す者がおるな。
そなたも筋肉の良さを理解したようだな。行こうぜ大将、勝負の時間だ。行くぞ。私が来たよ。へい、へい、それ、トウ、フン、トウ、行くぞ。日本一の桃太郎ってな。さて、一旦ここまでにいたしましょう。それにしてもお見事でしたわ。ワンダフル。初めての模擬戦でこんなに素晴らしい指揮をするなんて、あなたには軍師の才能があるに違いありません。トロイのオデュステースや食感の諸葛孔明にも並ぶあなたの名采配、後世に伝えるためにぜひお名前を教えてくださいませ。名前書きましたわね。あなたの意思で。さあ契約しましたから、あなたは引き返せませんわよ。これで私の仕事も楽になりますわ。あなたにはいろいろとお手伝いをしてもらいます。まずはこちらのヒーローのサポートをお願いしますわね。普通にやってもね、逆を行かないと。髪型も服装も生き方もね。やっほー、あたしはカーレン。君、なんか雰囲気いいね。あの無法者たちの世話、くれぐれもお願いしますわね。さーて、私は空いた時間で散らかり放題の店内のお掃除でもしましょう。
頼りにして OK だよ。いやー、お目が高い。